この辺のはずだよね。みんな、朝話した作戦は覚えてる？それは大丈夫だけど、本当にやるのか？クリスもダクネスも危ないぞ。問題ない。覚悟ならできている。クリスもそうだろ？もちろん。カエルを倒して、私たちも無事で帰る。だから心配しないで。そっか。それなら任せたぞ。後でミーヤも蹴っ張るからな。来た！今度こそカエル狩りを始めようか。まずは米子さん、よろしく。いでよ、でっかいゴブリン。ったく、俺はお前の使い魔じゃねえぞ。でも友達、違うの？ああ、もう、わかったよ。やることやって、お腹帰るぜ。それでいい。じゃあこの辺燃やして。了解。一発でカエルの丸焼きにしてやるぜ、インフェル。ちょっと待って。うんだよ、もう調子狂うな。強火はダメ、弱火でじっくりお願いします。たぐ、注文の多いガキだな。インフェルの弱火。あぐるるるる。しばらくすりゃ生焼けになってるだろう。これでいいか？うん、ちょうどいい。ありがとう。よし、あとは時間稼ぎか。クリス、準備はできているな？当然、私たちも焼けないように気をつけるよ。ああ、やけどしないように鎧を置いてきたのだからな。行くぞ、クリス。レベルだ。重く強い、いい攻撃だ、クリス。分かってるよ。よし、背中はいただき。あ、本当に刃先が滑る。まだまだ攻撃は通らなさそうだね。ならば通じるまで耐え続けるだけだ。我慢比べなら負ける気はしない。だね、私たちの忍耐力見せてやろうよ。おいガキ、このままだとお仲間まで生焼けになるぞ。大丈夫なのか？うん、大丈夫。お姉ちゃんたちが何とかしてくれる。へ、そうかよ。おお、見ろ、ジャイアントトードが。やっとカピカピになってきた。じっくり水分を飛ばせばヌメヌメもなくなるはずだよね。名付けて焼きキノコ大作戦。火に囲まれながら戦って私たちまで焼きキノコみたいになるところだったけど、どうやら我慢比べは私たちが勝ったようだな。ヌメヌメがなくなってもまだまだ元気だね。みんな油断せずに行くよ。ああ、ここからは総力戦だな。ミーア出番だ。一気に攻めるぞ。任せろ。みんなが蹴っ張った分、ミーアがやってやるぞ。コメッコさんはちょっと遠くにいようか。怪我でもさせたらメグミンさんに申し訳が立たないしね。大丈夫？大丈夫。すぐ終わらせてカエル肉をご馳走するから。肉？わかった、遠くから見てる。うん、お腹空かせて待っててよ。それじゃあこいつを倒してお宝とお肉をもらっちゃおうか。このそば、ヌメヌメな私との冒険の軌跡をご覧になりますか？カルシャバー！ラー！ラー！
違って槍がちゃんと当たるな。よし、もっともっと攻めるぞ。待って、ミヤさん、あまり調子に乗ると。くらー、ブン。うわ、ベロが伸びたぞ。あの人、厄介。今のカエルの動き、そうだ、ダクネス、次に下が来たら捕まえてくれる。わかった。ラオ来たな。はっ、ダクネス、ナイス。そのまま下を掴んでてよ。動けない今が仕留めるチャンスなんだから。ああ、とどめは任せたぞ、クリス。任されたよ、親友。はぁ、ラオ、ラオ。やったー、ヌメヌメのジャイアントトード、勝ったぞ。カエルの串焼き、カエルのタン、ジュルリ。ふぅ、なんとかなったね。クリスお姉ちゃん、お疲れ。ダクネスお姉ちゃんもミーヤお姉ちゃんもかっこよかった。ありがとう。でも今回倒せたのはみんなのおかげだよ。いや、クリスが立ててくれた作戦を実行しただけだ。無茶な計画を立てるものだと思ったが。そんな無茶を引き受けてくれたのはダクネスたちじゃない。感謝してるよ、ほんと。それくらい構わないさ、親友のためだからな。それに、それに火炙りというのも趣があっていいものだった。危険ではあるが、またどこかで経験したいものだ。相変わらずだね。なあ、ミーヤはもうお腹ペコペコだ。二人で話してないで早くカエル食べないか。おっと、ごめんごめん。それじゃささっとアクセルまで戻ろうか。討伐お疲れ様。それじゃあみんな手を合わせて、いただきまーす。ほんとだ、パサパサ感が一切なくて美味しいね。あむあむ、カエルの足うまい、うん、腹もうまい。そういえば、カエルが飲み込んだというお宝は一体どうなったのだ。ああ、それなら私が預かってるよ。もしかしてダクネスもお宝欲しかった？いや、私は大丈夫だ。きっと二人もうまい肉が食べれて旅だったな、クメッコ。うん、来てよかった。そうみたいだね。いろいろ大変なこともあったけど、最終的にはいいクエストになったかな。ああ、重い一撃から極上のヌメヌメに火炙りまで、大満足のクエストだった。またうまいもの取りに行きたい。そうだな、クリス、また連れてってくれ。うん、いいよ。たまにはこういうメンバーでクエストに行くのも楽しいよね。次は何に挑もうかな。今から楽しみ。このスバメインストーリーは、メインクエストを進めると解放されます。